インスタは使ってなかったんですけど、このインスタライブやるのも初めてですね。じゃあ軽い話をするとですね、結構ひげが濃くてですね、私ね、一回だけ、脱毛行ったんですけど、あなたをやるにあと3年かかりますって言われて、いや、3年間この痛みに耐えることは、やめちゃいました。はい、まあ、桜パックスとして、まあ、段ボール、はい、メイン事業としてやられてると思うんですけど、じゃあ、主にやられてる事業と、その、はい、なぜ40歳から自分の人生がスタートしたっておっしゃられたのかっていうのを、最初に聞かせてもらっていいですかね。で、桜パックスは段ボールの製造販売を行っている会社でして、富山、石川、新潟、北陸3県と、そこがメインなんですけれども、社長になったのが、実は、38歳か。ちょうど11年前なんですね。うちの会社350名いてくれてるんですけど、まあその350名かける家族3ぐらいを考えると、1000名ぐらいの責任持ちながら、まあ経営していこうじゃないかということで、まあそこから、本格的に何か目覚めて人生を生きてるっていう感じかもしれないですね。さっき言われたように40歳の時にちょっと人生の転機が中にあって、2011年の3月11日に発災した東日本大震災。今日は東北にも何十回も実際行って、炊き出しみたいなことも行ってたんですけれども、あると、橋本さん自身がですか？私自身がね、避難所のおじいちゃんおばあちゃんとかにプレゼントとかしてると、ありがとうって喜んで食べてくれるんですけど、浪江町って言って福島県の本当に原発のすぐ近くのところでそれを行ってたんですね。はい、そしたらちょうどそれ2泊3日でそういう振る舞いをして、いざテーマに帰ろうって時に30人ぐらいのボランティアの人と避難所の方々がお見送りしてくれたんですよ。で我々車まっすぐずーっと走らせていったんですね。ちょっと曲がり道がなかったもので、ずっと車をずっと走らせていったら、最初にその30人の人が全員、ありがとうございましたって頭を下げ続けてくれたんですけれども、で、車ずっとまっすぐ何分間も走って、そろそろ左に曲がるとこが来たんで曲がろうかなと思って、その30人の人がこんな遠くなんでね、小さくなってたんですが、よくよく見ると、全員が頭何分間も下げ続けてる姿を見ちゃったんですよね。鳥肌が立っちゃって、うんそれまでなんか自分が何のために生きてきたかとか、生きてきた存在意義って何だろうなって考えたことなかったんですけど、その時に自分の中でドスーンと入ってきて、誰かの笑顔のために生きていくっていうのが、まあパワーフレーズというか、自分のね、生きていく感じになりましたね。で、そこからもうテーマが変わっちゃって、自分のために、誰かのために、誰かの笑顔のためにが自分のテーマになって会社に持ち帰って、そんな会社にどんどん切り替えをしていって、で、段ボール屋がなんか、書いたら、お土産屋さんまでやるようになっちゃった。そうなんですね。まあ、もう発想の転換で、本当に自分のことだけ考えてたらそんなことしないんですけど、誰かのためにとか思ったら、最終的には実は段ボール会社がお土産屋さんまでやり出しちゃったみたいな。